セバスティアン・グリースベックは、ドイツ・バーデン・ビュール・テンベルク州ウルム出身のサッカー選手。ブンデスリーガ SPVGG グロイターフィールと所属。ポジションは MF。2010年にレギオナルリーガの SSV ウルム1846と契約し、プロデビュー。2013年までプレーした。2013年夏に1、FC、ハイデンハイム2席。 加入1年目の2013から14シーズンに、ドリッテリーガで優勝し、ツバイテリーガに昇格。以降主力選手に成長し、2019から20、シーズンは2部で3位に入り、昇格プレイオフ出場系を獲得。同シーズン分でスリーガで16位に終わった、ベルダーブレーメントの入れ替え戦に挑むも、ホームでの第2戦で、アウェーゴールに失点を許し、合計スコア2から2で終え、 念願のブンデスリーガ昇格はならなかった。入れ替え戦敗退の翌日から、1FC ウニオンベルリンがグリーンスベックに獲得に乗り出し、2020年7月9日にウニオンベルリンと2年契約を締結。プロ10年目にして、ブンデスリーガでのプレイが実現することになった。2021年8月31日、SPVGG グロイターフィールトと2年契約を結んだ。 ありがとうございます。